鉄拳8に風間純が登場。ポール、ロ、キング、ラース、ジャックの参戦は確定に。ファミ通を含む世界のメディアやゲームファンの投票によって選ばれた優れたゲームを表彰するザ・ゲームアワード2022、日本時間2022年12月9日、その授賞式が行われ、本イベントにて鉄拳8の映像が公開された。映像ではおなじみのキャラクターであるキング、ポール、ラース、ロ、ジャックの対戦シーンが確認できた。中でもポールは鉄拳4以来の髪を下ろした姿で登場するようだ。さらに映像では風間陣の母である風間純の姿も確認できた。もしプレイアブルキャラで登場することになれば、鉄拳タッグトーナメント2以来の参戦となる。鉄拳8では三島和也と息子の風間陣による親子の対決が描かれることが明かされている。何らかの形で純も関わってくることは間違いなさそうだ。